こんにちは。 TPK ニュースのお時間です。まずは事件です。昨日、宮崎県都城市山中町の住宅で営利目的で大麻草を栽培したとして会社員の高崎圭介容疑者が逮捕されました。高崎容疑者は金を稼ぐためにやったと容疑を認めています。捜査関係者は大麻の流通経路の聞き込みも行っているとのことです。続いての事件です。昨日、宮崎県都城市立南高等学校で18時ごろ、部活動中の生徒に対して恐喝をした疑いで奥村光容疑者が逮捕されました。部活動中の生徒が投げたボールが奥村容疑者の車のボンネットに当たり、明日までに50万払え、払えないなら殺すぞと恐喝した疑いで捜査員の取り調べを受けました。捜査員の取り調べに対し奥村容疑者は、俺じゃない、何言っているんだ、黙れなどの暴言を吐き、容疑を否認しているそうです。現在も取り調べが続いているとのことです。続いての事件です。昨日、宮崎県都城市都南町のパチンコ店ラッキーセブンの建物内に爆竹を投げ入れた疑いで岡本隆史容疑者が逮捕されました。岡本容疑者は駆けつけた捜査員に対し、私がやりました、間違いありませんと容疑を認めているそうです。捜査員の聞き込みに対し、パチンコで負けた腹いせでやったと述べているとのことです。続いての事件です。昨日、宮崎県都城市の某ファミレス店において無銭飲食をした疑いで須藤翔一容疑者が現行犯逮捕されました。須藤翔一容疑者は午後8時ごろ、某ファミレス店に入店し、ステーキやパフェなどを食べた後、店員にすぐ戻ると言い、店から出て逃げたところをファミレス店の店員が警察に通報し、現行犯逮捕されました。それに対し須藤容疑者は、お金は払ったつもりだったと容疑を否認していましたが、その後、すいませんでしたと容疑を認め、現行犯逮捕されました。以上、TPK ニュースの速報です。たった今、事件が起きました。今、このニュースをご覧になっているあなたに笑顔を届けた疑いで、高ピコ容疑者が現行犯逮捕されます。高ピコ容疑者は、本気のエンターテインメントを作っていきたい、あなたに笑顔を届けられたなら本望だと述べているとのことです。捜査員の取り調べに対し、さらに高ピコ容疑者は、この動画がいいと思ったらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いしますと加え、それではまた次回の動画でお会いしましょうと残し、現行犯逮捕されます。以上、 TPK ニュースの以上 TPK ニュースのお時間でした。